大丈夫大丈夫。皆さんこんにちは。こんにちは。です。そしてグリさんでーす。こんにちは。今日はですね、霞ヶ浦本湖でなんとグリさんのボートをね運転させていただけるということでやってまいりました。デビューだね。デビュー。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。今日はぶっぱなしていいんですか。ぶっぱなしいいよ。優しい。ぶっぱなしていいよって。みんな飛ばしちゃい。俺も飛ばしてくれるよ。とりあえずじゃあ、はい、まあこの広いね香港をね走ってもらうんだけど、はい、船の簡単な説明もいる？お願いします。いる？まあ車と一緒。はい。アクセルがあって、そうですね、ハンドルがあって、はい、ギアがあると。ギアがあると。で唯一違うのはこのトリムレバーで、はい、エンジンを、ね、上げ下げする方。おお。これは、スクリューね、はい、ヘラが今こう下向きに底に向いてる状態、うん、でその勢いで船をまず立ち上げて走らせるっていうのが一番下げた状態、はい、で走っていくうちにだんだん上げて水平にしてあげることで加速していく。なるほど。ただ上げすぎちゃうと、はい、今度船がその分浮くんで操船が難しくなるのと、うん、あとは何だろうな、急な動きに対応できない。ああ、船が浮いちゃってるから。だからとりあえず急っていうつくものだけは禁止。急ストップ。はい。急ハンドル。全員死亡だから。急ハンドルされたら。ああ、なるほど。全員死亡だから。急だけ気をつけて。死ぬ可能性もあるってことですね。今日は。覚悟はいいですか。遺言書いといていいですか。でまあ速度が出てトリムがあって今度止まるときはこのトリムをぐーっと下げていくとそれがこう抵抗になってブレーキみたいになるから。あそっか、ブレーキないんですね。ブレーキないから、うん、あ危ないなと思ったらもうおしまい。あとは野となる山と神の溝知るってやつ。そういう乗り物だから。なるほど、うん、じゃあまずエンジンをかけて。エンジンをかける。いい、うん、これ右左一番かかるまで、OK、はい。そしたらトリムを全部下げてでギアを前に下がって、はい、でギアを前に赤い右手。あ、これ。そしたら船を向こうに向けてゆっくりこのままにハンドルを右に。上がってる。動いてるよ。動いてる。そしたらあの白い塔あるじゃん、はい、あれですね。 あれをめがけていけば、はい、基本安全で、これハンドルまっすぐにする。そしたらじゃあ全開にしちゃうと多分カメラマン飛んでくるんで。大丈夫。まずはじゃあ70キロぐらいです。70。あ、これ下げてる。はい、じゃあまずアクセルを、よし、全開で踏む。いけ。90キロぐらい。そうだね、90。
出た。なんで俺見たら帽子係やっぱバイク乗ってるだけあるね、うん、運転普通あんた踏めないよ怖くて。ニコニコだったもんだってマジで。俺とにかく口の中乾いちゃって喋んなきゃいけないバッサバサになる。普通はね、あそこまで踏んだら男の人は初めてはビビって出ないけど、うんうんうん、もう行けって感じ。スピード慣れてるよね。すごいね。わー、楽しい。楽しい。こりゃ最高ですね。やばいね。最高。よかったね、最高のバスボートデビューじゃないですか。いやありがとうございます。とんでもないです。もうちょっと、もう一回ぐらいね。もう一回ぐらい次はなんか曲芸的なものを曲がってみようか。あ、曲がりたいです。ぐらっとね。でそれも9はダメだから、まあ俺がちょっと補助しない。はいはい、 OK です。どれぐらい。そうだな、50キロぐらい曲がってるから50。結構面白いでもいきなり50ですか。うん、だいぶ大丈夫。大丈夫ですか。行きますよ。いいよ。行ける。全部全部。すごい、ポイントにも初エントリー。初エントリーです。え、滑った。ギアを真ん中に戻す、はい、真ん中に戻してエンジン。それで到着。うわ、到着しました。ナイスランニング。ナイスランニング。素晴らしいね。いや、最高です。最高。いや、でも波あるとちょっとはやっぱビビりますね。うん、もうちょっと風吹いてたら完全なアトラクションになるんだから、うん、バッカンバッカンだって。まだそれは今日ベタなぎだから、だから次回チャンスがあれば、はい、ちょいあれかすみは。どうでしたか。めっちゃ楽しかったです。カーブの時めっちゃ楽しそうだった。いや、こんなに曲げていいのっていうぐらい結構回して大丈夫なんですね。意外とね。意外と船の種類にもよるんだけど、これは砂川ボートさんのイーグルっていう船で、うん、割とこうヒールがしっかり入っているので溝掴む力が大きい船だから、うん、割とハンドル切ってる、うん、下が平らっぽいパントみたいのはすごい横滑りしてっちゃうから、ドリフトみたいな、あ、協定みたいな。そうそう、船によって走り方が、奥深いですね。これ以上ないってぐらい踏んで踏んでいや、最高でした。ありがとうございます。はい、釣りします。はい。語れない。そこを語りましょうよ。今水深が 1.5 メーター。
で、水温が15度じゃん。うん、無です。石積みを片ジグと水のグラム。石木さんが得意なやつですね。はい、そうなんです。ただすぐあの石の隙間に入っちゃう。結構石をタイトに攻める感じなんですか？タイトに攻めます。あの石積みの。上っ面だけじゃなくて、上っ面じゃなくてこうなってるじゃないですか、うん、そこをこうスレスレで流してくる。なるほど。で着底したら一回上げて、シーミング、元のスレスレをゆっくり巻く。スイミングさせていくよ、ね、スイミングさせていく。なるほど。でそのスイミング中にコンッて入る。そうです、イメージとして。ただ生酢もよくついてきます。プロこんなこと言われる。テンポ。リズムグラブ言うぐらいですからね。そうですね。リズムに乗って。宇多田かけましょうか。宇多田は大丈夫です。著作権が。あ、間違えた。著作ケソが。ケソが。著作ケソがね。著作ケソが。V は何のあれですか？なんだろうね。いいよ、あの自分が思ったように語って、そういうの大事だから。これはスラロームしろってことね。スラロームしろってことかな。スラローム、オリンピックの会場になってなるんだっけ。あ、こういうことですね、うん、なんとですね、みんないたんですよ。ほら、ヤスくん、そして隊長、はじめまして。ありがとう。本当に正座してたからびっくりしました。正座してるとこ後から撮ったり。今ちょうどヤス君に正座を撮っててもらったら。そうそうそう。すごいですね。一気ストレッチ。一気ストレッチ。違う。ヤスロープ。ヤスロープ。大集合です。もう名前勝手に書いたもんだ。またまたいらっしゃってくれました。一気さんファンの皆さん。隊長とインパラさんとおてつさんです。どうも。どうも。すごいでしょ、この一木。いや、すごいですね。一木ファミリーが一木臭がプンプンいやいやいや、ありがとうございます。いやいや、どうみたいな。めっちゃ楽しいです。見てた？見てた？かっこよかったでしょ。向こうから来るたんびに来たよ来たよ、あれじゃねえ。違う、ブーいいですね、なんかこういうの。よかったですね、ファンの方が、ね、ちゃんと座って待ってくれてますいや、もうみんなすぐ正座あれじゃねえ、あれじゃねえあれ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 だけなきゃダメだよ。なんでしょう、大爆笑、大爆笑。なんでしょうね。隠しながら、隠しながら、隠しながら。なんだ、めちゃくちゃハードル上げてくるぞ。ちょっと、こっち、こっち、こっち。そんなところ。どこだ、どこだ。見えないよ、見えないよ、入りよくに。会いました。念願。念願です。すごい。ありがとうございます。見えないよ、その文字。